卓上ホルダフォーマ T2101V は東芝によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。持って楽しいコンパクトな動画像通信の携帯電話を目指してをキャッチフレーズに開発された。2101V シリーズとしては最後発にあたり先発機種での弱点が相当改善されている。 東芝は九百九十八年の t s 二百六以来四年ぶりの供給だったが、この端末以降、NTT ドコモへは二千九年五月に t 零一 a が発表されるまで端末を供給していなかった。その上 t 零一 a やその後継機の t 零一 b は i モード非対応のスマートフォンで、さらに東芝の携帯電話事業が2 0 1年1月に 富士通の子会社である富士通、東芝モバイルコミュニケーションズに関されたため、同社として最初で最後の i モード端末となっている。また、SO902i や D702i 発売まで、長らくフォーマー唯一のストレートタイプであった。サブカメラは搭載していないが、メインカメラが回転式なのでこれを手前に向ければ自分取りは可能である。電池パックは、 T01 がオプション設定されていた。なお、電池パックの種類については、アドバンストリチウム4電池である。2004年当時は、税込1575円で販売されていた、T2101V 向けに設計された、卓上ホルダ T01 は2004年当時、税込1890円で販売されていた。卓上ホルダリメ面アンテナを伸ばした状態。ありがとうございます。